川島海1994年3月3日生まれ出身地埼玉県身長1 5 5ンチ、血液型大型かつてテレビ番組の中で川島さんが意外な節約生活を明かしています川島さんは司会の上田晋也さんから節約生活について聞かれると収入がなくなることもあるので 2年間働かなくても生活できるほどの貯金がないと怖い、と告白。続けて、割り勘のお会計時にカードで支払い、ポイントを独り占めにする人はずるい、とコメントし、最初からポイント欲しいなら言えばいいのに、と怒りをあらわに。上田さんからは、随分フルスイングしに来てるね、こんな人なの。などとツッコミも入ったが、その後も川島さんは節約に関するエピソードを披露。 現場で出たお弁当は持ち帰るのが恥ずかしいので、マネージャーに持ってもらう。バレンタインのチョコレートは配るが、お返しが目当て。といったエピソードを惜しげもなく披露しました。番組後半では、もらったプレゼントの値段が上げたものより安いのは許せる、許せない、というお題が出された。川島さんは許せると回答しましたが、急に好感度が気になったんでしょう。 今からリカバリーしようとしてる。と周囲から突っ込まれる一幕も。かつては清純派俳優として名高かった川島さんのトークに、視聴者からは、海川自分から好感度を下げに行くスタイルなんだね。こんなにさらけ出しちゃって大丈夫なの。などと心配の声が上がっていました。でも、普通の感覚を持っているのは素敵だと思いませんか そんな川島さんをこれからも応援していきたいですね。